皆さんこんにちは、ゆく主代理のゆずきゆかりです。本日はソウルワーカーのリリース元である韓国の4月のアップデート情報をまとめてみていきたいと思います。それではよろしくお願いします。まず、なぜ4月のアップデート情報なのかという点について説明します。先日日本にもやってきたシーズン2のアップデートですが、こちら本家韓国では3月23日にリリースされた内容となっています。この時間差が約2ヶ月、つまり韓国から2ヶ月遅れで日本に適用されると考えた場合、今は6月なので4月の内容がそろそろ日本に適用されるのではないかということで、来るべき更新内容をあらかじめ確認しておこうというのがこの動画の趣旨になります。ちなみにこの2ヶ月というタイムラグは昔に比べてかなり早くなっています。例えば最後に実装されたキャラクターのナビですが、韓国版では2020年12月の実装ですが、日本は2021年6月と約6ヶ月遅れです。その前のエフレルは2019年12月でしたが、日本版では2020年7月の約7ヶ月遅れ。こうして見ると2ヶ月のタイムラグで適用されるというのはかなり日本運営も頑張ってる気がします。韓国版の4月の内容ですが、大きな目玉は新レイドのトレジリーフェアリーとなっています。今回はノーマル版がソロ用のメイツとなっているようです。ブロークンセイバーでもソロ用のメイツがあったのですが、あくまでストーリー進行用で周回はできない仕様でした。シーズン2はソロ用メイツが充実しているようなので、もしかしたらソロでもある程度のファームができるようになっているのかもしれません。ただ直前のレイドであるブロークンセイバーの導入も日本は1月に導入されたばかりなので、少し新レイドは早いのかなという気もします。なお、このトレジデイフェアリーという言葉の意味はトレジデイが悲劇、フェアリーが妖精となっている。6難題が見えないですね。新レイドのストーリーも楽しみです。4月の内容でもう一つ気になるのはイカレ族装備の製作緩和です。新レイドが来てすぐに装備製作緩和が来るケースは今まであまりなかったのですが、どんどん装備強化のハードルは下げる方針なのでしょうか。サブキャラの育成が楽になるのはいいのですが、すぐにやることがなくなってしまわないか心配です。イカレ族装備の緩和が来そうなので、ここ 1,2 週間はイカレ族装備の強化やオプション厳選は待った方がいいかもしれません。あと製作緩和が来ると分解数の下方修正が来るはずなので、余ってるキカレ族装備があれば早めに分解しておいた方がいいのかもしれません。この辺の判断は更新内容や時期によっては逆に損する可能性もあるので、自己責任でお願いします。しかしこうも新レイド関連のアップデートが来るとちょっとテネブリスさんが浮かばれないなという感じですね。またバイオレントさんのペールアッシュ装備についてもエクステンド装備という期間限定装備の販売開始という内容もありますね。これは4週間で消滅するプラス9強化済みのペールアッシュ装備が購入できる仕組みのようです。サブキャラ等を育てる際にこの装備で低レベルのレイドはスキップするための救済策ですね。今回は制作が必要ということで、今までプラス9装備は配布してくれていたのですが、ちょっと厳しくなりましたね。とはいえ人が集まりにくいバイオレントさんを募集しなくて済むので、これもサブキャラの育成には便利だと思います。スキルバランス変更はナビについてはリロードでの SG 消費減少などの SG 関連の改善、アーウィンはパッシブスキルの効果追加で防御と貫通が 100% を超えた場合 30% 分をダメージバフに転換可能となるようです。アーウィンはマスタリーの追加によって防御と貫通が増えすぎた点の対応なのかと思われます。ナビはあんまり SG に困ることはないのですが、SG 関連も変更が入った件は謎ですね。キャラクター誕生日やパターンは誕生日を迎えたキャラの誕生日クエストが追加され、クエスト完了で報酬としてアバターが獲得できるようです。日本だと実装に2ヶ月のタイムラグがあり、クエストの翻訳などの問題もあるため、リアルタイムの実装が難しいかもしれません。2ヶ月遅れての誕生日イベント実装か、最悪は来年実装とかになりそうです。コスチュームクローゼット機能はアバターを管理する専用のエリアが追加されるようです。またプリセット機能でアバターの組み合わせを登録しておくこともできるそうです。
個人的にはいろいろな組み合わせで衣装を選ぶのが楽しいゲームなので、この機能追加は嬉しいですね。キャラクタークイックチェンジ機能は、文字通りログイン画面に戻らずにキャラ変更できる機能ですが、この時サブキャラの残り FP やメイズ入場回数などが確認できるようです。どのような画面になるのか次第ですが、便利そうですね。韓国4月アップデートの主な内容は以上となります。お伝えした内容は韓国語域を自動翻訳して確認していますので、内容に誤りがあったらごめんなさい。また日本二次視聴機能の更新内容は割愛しています。とりあえず日本では来週の6月16日に銀行システムの共有化が延期されましたが、その翌週か翌々週にはこの辺の更新が来たらいいなと期待しながら待ちたいと思います。それでは今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。